どうも皆さんこんばんは、ごはんです。ガンダムUCやってまいりました、ペールライダーでーす。まあ、今回はね、空間戦仕様ということで、ちょっとまあ T シャツとは合ってないんですけど、私ね、ペールライダーね、好きなモビルスーツトップ10には入ってくる機体だと思うんですよ。まあその好きなモビルスーツトップ10っていうのが、まあ多分量産型以外だとこのペールライダーとブルーデスティニーと、まあ、EGA とトーリスリッター、いやちょっと入れすぎたな好きなモビルスーツトップ15とかにしとこうかな、まあどうでもいいわって話なんですけど、まあジムみたいなもんですからね。ということでね、早速ねスキルを見ていきたいんですが、まあペールライダーね、たとえ EX スキルが発動した瞬間に味方が全滅するとかであっても私は引くと思います。まずは EX スキルですね。ハデス、これ読み方合ってるかな、私あのイグザムの時もなんかエグザムだけ読み方間違ってたね、この過去があるのでこちらはですね、ターゲットしている敵一機に攻撃力の 722% のダメージを与えることができます。さらに機体カテゴリーニュータイプ専用機の場合に攻撃力の 433% のダメージを与え、さらにですね8秒間回避不可能状態を付与。8秒間ってもう永遠だよね。そしてスキル1が戦闘開始から30秒間 EX ゲージの増加量が 64% 上昇します。そしてスキル2がハイパービームライフルを解放して戦闘開始から30秒間回避率が 28% 上昇するといったものです。兵装が主兵装が実弾で、副兵装と第三兵装がビームとなっていまして、第三兵装の威力が SS なんですね。レコード、新しいものが追加されています。リミッター解除といったものがね来てますね。そしてパイロットはもちろん黒いクローチさんですね。こちらはモビルスーツが緑属性の時、戦闘開始から30秒間回避率が 28% 上昇します。でスキル2がモビルスーツカテゴリーがリミッター解除の時、回避時に10秒間射撃センスが 83% 上昇します。こちらは5回まで重複しますね。まあちょっとスキル2がね乗せれる機体が結構限られてしまうんですが、まあ、戦闘開始から30秒間回避率 28% 上昇、まあ緑の機体で回避率が高いっていうと、まあ、ジオが浮かんできちゃうんですけど、まあ私持ってないんで、まあどうなんだろう、私シロコさん持ってないんで、この黒いが引けたらジオに乗せてあげて、まあ30秒以内の短期決戦のこのジオのパイロットとかにしてあげてもいいのかなとか思うんですが、どうでしょうか。ということで早速ガチャを引いていきましょう。今回はもう引けるまで引きます。とりあえずペールライダーは絶対引くということで、いただいたねチケットをまず使っていきましょう。ここで出たらもうありがとうよ本当に。まあ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 ね、チケットなんで、ここはちょっとスキップさせていただきまして、なんだろうな、陸戦型ジム、あ違った勘で当てていくシステムということで、こっからね、こっからが始まりだから、まずは10連引いていきましょう。ポチポチ、はい来て、これいいんですか。前回結構ひどい目にあったんで、今回お手柔らかに言っていただいてよろしいんですか。さあもう私の中でも確実にこれはもうペールライダーだっていう絶対的な安心感がございますが、果たして UR 機体はこの中に何個入っているのでしょうか。もうご機嫌だから饒舌です。はい1個、2つ目ですよ。はい、持っとるやん、まあまあ、え、まだ持ってない、何 SR の機械とかが入ってるってこと。そんなこと、あれそんなことあるダウンロードダウンロードうるさいから毎回入るようになったんかなということで、もう一回引かせていただきます。20連目、見つけた、落としてみせる。これはね、渋い気がしますよ。はい、いきましょう。ゴッソーラみたいなやつ、ゴッゾーラだった30連目いきましょう。はい、
もうでもなでもなあ、これちょっと期待できないわ。ちょっとバフーチ入らんかったのがちょっとあの期待できない流れになってますよ。ちょっとちょっと名前が出てこないよ。見ても名前が出てこないよ。ギュネー専用ヤクト動画です。ちょっと初めて見た人とか何やってるか分かんないって感じだと思うんですが、あの私はこのガシャの一番最後に出た機体をこう目視で当てるっていうゲームをねしてね、このあの気を紛らわしています。これ40連目ですか。はい、バズーチからのフルフロンタルコズ。いやちょっとハンマハンマで出鼻くじかれたみたいなのあるよ。これはザクスナイパー、ザクワンスナイパータイプカークスキーですね、正確に言うと。50連目なんですけど、ペールライダー頼むよ。来ないぞ。シャーさん来てくれたけど、いやー本当にね。でもさっきのね、一番最初のでダウンロードはあなたのラインナップの中にペールライダー入れておきましたよって意味じゃないの、もしかして。なんだろう、今の分かんなかった。あ、この子分かんないんですよ。デナンゲー61連目頼むよ。なくなっちゃうよ。なくなっちゃうよ。バナージからのフルフロンタルコツ。これちょっと期待できないな、期待できないな。さっきのダウンロードなんだったんだろう、なんだったんだろう。70連目ちょっとこれちょっとみんなどれぐらいで弾けたんやろ。これだってペールライダーって私個人的にはものすごい人気のある機体だと思うし、みんな欲しいと思う。みんな欲しいと思うんですよ。なくなっちゃったじゃん、ダイヤ。うん、わかったよ、ペールライダー。ダイヤを買えばいいんだね。ということで、ちょっとメンタル立て直して、いきましょう。80連目。もう前回から本当になんか出ないなぁ。あれ？あれれ？やったんでー。怖いなぁ。怖いなー、怖いなー。一体どこまで行くんでしょうか。怖いな、怖いなー。はい、ねえ、私今んとこさズダ、あの出てないんだけど。私今んとこ UR ハンマハンマしか出てないんだけど、ちょっとまやかしなの。あー、来たー、これは来た。なんかダウンロードいっぱい入ったもん、いっぱい入ったもん。なんか追加されてんね。演出が追加されてるよ。だって今書いてたよね、ハデスって。何個何個、すごいいっぱい入ってる。バルギルか、またバルギルか。あ、ムーンガンダムの方だ。嬉しい嬉しい、持ってなかったから。バルギルはねめっちゃ出るんですよ。そしてあ、来た来た。あー、ミッシングリンクからの、あの許す。何がやねんって感じ。これは許す、許すよ本当に。このここまで何も出なかったことを許す。いや本当に嬉しい。ムーンガンダムも持ってなかったからありがとうございます。いきます。
クロエちゃんも毎回出ないんだけどね、本当にキャラガシャ毎回出ないんだけど、でもこの間コメント欄でアドバイスもらったのがなんかね、あの1回ずつ引く方が出るよってどういう確率だって感じだけど、ちょっと1回ずつ10回引いてみる。1回目、うそやん。11個、はい、2回目、あれテンポよく行こうね。3回目、キャラガシャすぐ分かるからな、赤くなるからな、ほい、はい、まさに、まあまあまだ言ってね、4回目なんでね5回目、折り返しだよここで。めっちゃくちゃ1個出るやんなんでな、めっちゃ出るやん。はいはい、ラルさん、 SR ラルさん、はい、アンナマリー、あれすごい SR、 あククルス・ド・ワンアムロだ、持ってなかった、あこれ嬉しいですね。9回目、次10回目だよ、次10回目だよ、まあ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 、でもあのククルス・ド・ワンアムロで今救われた感あるわ。あとちょっとあと10連だけ引くわ。ちょっとやっぱペールライダーにはちょっと黒へ乗せてあげたいみたいな気持ちは一応あるんで、はい、すぐ分かるからね、赤くなるからね。はい、大戦ありがとうございました。カレンでしたね最後は。はい、ということでなんとかあの無事ねペールライダー、しかもね 2体引くことができたんで、まあ1つできるのかな、まあそこは良かったなっていうことで、まあ相変わらずね、まあ相変わらずね、あのキャラガシャは出ないっていうことで、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとあの途中ちょっと具合悪くなりかけたけど、まあ最後の最後で結構あの神引きだったのでちょっとホッとしております。私ね実はガンプラ始めたばっかりの時にそのペールライダーとかブルーデスニーがかっこいいっていう話したら、ミッシングリンクっていう外伝に出てくるよっていうのを教えてもらって、確かねここのチャンネルの動画内でもミッシングリンクのこのあのゲーム実況連載やってたんですよ。でもこれ最後まで行ってなくて、本当はねこのペールライダーのストーリーとかプレイしたかったんですけど、ペールライダーのストーリーを解放するためには結構ジオンとか連邦とか他のストーリーをねクリアしていかなきゃいけないので、多分ねコロニーの落ち立ちであたりまではやったと思うんですが、またねこれねミッシングリンクね、ちょっとペールライダーのストーリーとかね一回プレイしてしっかり見たいなと思いました。まあ、動画で上げてもいいんですけど、ライブ配信やると結構リアルタイムでコメントでみんないろんな補足してくれるじゃないですか。ああそうなんだみたいな、それがすごい楽しいと思うんで、まあ動画でやるかライブでざっとみんなで見るかちょっとまだ考えてないんですけど、近々ねまあプラモデルもちょっとやってやりたいんで、ちょっとやりたいことが多すぎるんよ、履修科目が多すぎて、ガンダムあとジョニー・ライデンさんの漫画もまだ読んでないしね。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。